ト頭シ駅は茨城県取手市と東五丁目にある関東鉄道上層線の駅である。東駅は取手市の最北端に位置し、道市と森屋市の境界付近に位置する。ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホーム間は地下通路で連絡する。地形の関係上、改札口側から見ると、高架駅のようにも見える。駅のそばには踏切がある。 高段取り出どかしら団地造成によって新設された駅であることから、駅の入り口は団地のある南側のみで、後から開発された北側にはない。乗り場2019年度の1日、平均乗降人数は4249人で、上層線の中で3番目に利用者が多い。長らく、取り出駅に次いで2番目に利用者の多い駅であったが、 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス開通によって利用者が大幅に増えた森屋駅に近年抜かれている。森屋駅とは隣接していないが、駅北側の森屋市水木屋地区から森屋駅東口へ至るバス路線が整備されたため、新森屋駅や南森屋駅と共につくば、エクスプレスの影響で利用者が減った駅の一つである。乗車人員は下表の通りである。 ト頭駅前駅南側のト頭、団地駅南側の町並駅北側の、通り駅北側の町並取りでし度頭、上高い森谷小山の境界付近に位置し、森谷水木屋にも近接する。ト頭団地に隣接する南側と、パークシティ森谷が隣接する北側では、面向きが異なる。 土頭地区の整備に合わせて駅が開設された経緯や森足川の建築規制が厳しいこともあり、駅前の商業施設は鳥出四股統足に集積されている。国道294号を挟んだ南側に立地する公団鳥出土頭団地内に都道ショッピングセンターがあり、公共施設や商店、金融機関が集まる。また、改札が 駅南側にしか設けられていないことから、駅北側は駅に隣接した踏切を渡る形となる。森屋市取出し、駅前ロータリーから発着している。駅所在地の地名、駅南側の団地名である、都道より。地域の南部を流れると根川に、七里が私の津頭があり、津頭がなまってとお頭になったと言われている。注釈出店。ありがとうございます。